これまたマイナーな恐竜を選ぶところがちょっと面白いです。なんかアバレンジャーのトップゲーラーが出てきた瞬間を思い出します。皆さんこんにちは。重装レゴビルダー、ヒロインだ！はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターダイナソーの続きになります。前回の動画でティラノサウルスを組み立てました。思ってたより完成度が高く、迫力があって可動範囲もすごくて、どんなポーズも決まるのでとても良かったです。今回の動画はティラノサウルスからこちらのテロダクティルに組み替えます。ティラノサウルスの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではテロダクティルに組み替えます。完成！テロダクティルです！おー！これはめちゃくちゃかっこいい。前回作ったティラノサウルスから見事にテロダクティルに組み替えれました。これまたマイナーな恐竜を選ぶところがちょっと面白いです。はい、じゃあ近づいてみるとこんな感じです。このテロダクティルなんですけど、思ってたより羽が大きいです。ちなみにテロダクティルというのは、まあ、ザクッと言えばプテラノドンの仲間です。まあ、見た感じほぼプテラノドンです。はい、では改めて近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部は結構細長くなってます。上から見るとこんな感じでもう細いですね。そして胴体はこのようになってます。胴体については前回作ったティラノサウルスと若干造形似てますね。そして羽はこのようになってます。羽が結構大きくて造形もしっかりしてるので、これはすごいと思います。そして足はこのようになってます。足に関しては結構作りシンプルですね。ただ足の爪なんですけど結構リアルに作られてます。ではこちらのテロダクティルの可動範囲について説明します。まず頭部がボールジョイントになってますので、このように動いて、羽はこことここがボールジョイントになっていて、つま先がヒンジになってます。なのでこんな感じでグリグリと動きます。羽が結構動くのすごいいいですね。そして足はここがボールジョイントになってますので、こんな感じで動きます。マックスここまで稼働します。で、さらに左右にも腰だけ動きます。尻尾はボールジョイントになってますので、このように動きます。はい、可動範囲を活かして、このようにポーズを取らせることができます。今回羽がボールジョイントになってますので、このように躍動感のあるポーズも決まります。こんな感じで立たせることもできます。なんかアバレンジャーのトップゲーラーが出てきた瞬間を思い出します。羽をこんな感じで、後ろに重心をくるようにすれば、こんな感じで問題なく自立することもできます。このテロダクティルすごい優秀ですね。では最後大きさ解剖いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。今回ミニフィグが乗っても違和感ないように見えます。じゃあ乗せてみます。はい、乗せてみるとこんな感じです。うわ、全然違和感ないわこのレゴクリエイターダイナソーはミニフィグを乗せることができますので、これなかなかいいな。はい、じゃあ続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、なんかこれもレゴマリオが乗っても全く違和感ないかもじゃあ乗せてみます。はい、乗せてみるとこんな感じです。これも全然違和感がない。むしろ今後のレゴマリオにこういうの出てきそうはい、では最後はこちら、プテラノドン型変形合体ロボ、キラーゲイラーと並べるとこんな感じです。あー、これも前回のティラノサウルスと同様で、今回作ったテロダクティルが覚醒してキラーゲイラーになるという。あ、でもよく考えればキラーゲイラーのモチーフになっている翼竜はトゥプクスアラなので、このテロダクティルがトゥプクスアラだったらもう全然違和感なかったんですけど、うん、これはちょっとどうだろうでは最後にこのキラーゲイラーをロボ状態キラーエンペラーへ変形させます。
はい、完成！キラーエンペラーです！僕も久しぶりにキラーエンペラーに変形させたんですけど、やっぱかっこいいですね。今回の変形も前回のティラノ竜王と一緒で、ダイジェスト版になってますので、詳しい変形合体や解説の動画は、この動画の概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。今回組み立てたテロダクティルと並べると、色もモデルになった恐竜も全然違うので、なんかこれもこれで結構面白いな。はい、レゴクリエイターダイナソー、テロダクティルはこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイターダイナソー、ティラノサウルスからテロダクティルに組み替えてレビューしていました。このテロダクティルなんですけど、思ってたより可動範囲が広くて、さらに割と大きかったので、これはすごいいいと思いました。こういう感じでマイナーな恐竜を出してくるところも、なかなか面白かったです。まあ僕はどっちかというと、テロダクティルより、プテラノドンの方がいいかなって思いました。キラーエンペラーのモチーフがマイナーな恐竜のトゥプクスアラなので、この二人については、まあマイナーな恐竜が共通点ですね。次の動画ではテロダクティルからこちらのトリケラトプスに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。